우리 있습니다. 本当にありがとうや。 残り2日もないでござる。敵も総力を尽くしてくるは必要。目指すは城内の転送装置。ただ一つだ。祈祷になれ。秀吉を倒すための最後の試練となる。絶対にたどり着くわ。みんなで。トッポロ、父よ、力を。じいちゃん、俺頑張るからな。
妖精の降臨まで残り2日を切っている。それまで京へ戻り、秀吉を討つ手段はただ一つ。以前名古屋城にある京への転送装置を使うことである。Thank you.
むしろおとなしくしているんだ。魂を封じろ。そこで待ってろ。気合い入れてきた。黙れ。そこで待ってろ。おとなしくしているんだ。
魂を封じろ。守りを固めろ。魂を封じろ。おとなしくしているんだ。やれやれ、行かせてくれねえみてえだな。魂を封じ、守りを固めろ。了解。
休んでろ。
渡せるじゃねえか。船乗り。おっと。しつけえな、茜。よっぽどこの首が欲しいんだな、お前は。いや、あのじじいは。宗おじ、最後にじいちゃんの話を聞いてくれ。お前の目のことだ。聞きたくもねえな、母上を殺した男の話なんざ。じいちゃんは絶対言うなって言ったけど、それは違うんだ。違うもんかよ。鬼の目を植え付けるため俺の目をえぐり、母上の自分の妻の目をくり抜くやつなど現場以下じゃねえか。そうじゃない。その目は事故で重傷を負った宗おじの命を助けようとばあちゃんが命がけてお前に与えたんだ。嘘言ってんじゃねえ。本当なんだよ、宗おじ。そんなバカなこと。それじゃあ今までの俺は一体何だったんだ。なんてな。関係ねえんだよ、その程度のことはな。その程度、その程度なのかよ、宗おじ。ここまでやって今さら引っ込みつかねえっつうの。お前、周りの人たちの優しさをなんで分かってやれないんだ。ご高説痛み入りまする、八木あかね殿。てめえはやっぱりただの悪党だな。もう容赦しねえぞ、ヤギュウ宗典。
やらせるわけにはいかんのでの。オフィリア、お主らごとき虫けらに我らが目的の邪魔はさせぬ。創造神復活まであと一日じゃ。お前たちにもうなすすべはない。創造神の降臨した後も生きて地獄を這いずるがいい。天下は玄魔の楽園と化すの。そこで指をくわえて見ておるがよいわ。やばいよ。待ちなさい。急がねえと。ダメか。奴らが京都側の装置を破壊したのだろう。ああ、あいつら！どうするの？この装置がなければもう間に合わないわ。妖精が降臨する。祀られている塚、明智塚か。さようでござる。そこまでならそのからくりと拙者の力を合わせればみんなを送れるでござる。お前いつの間にそんな。初めて明智塚に行った時に明智光秀殿が語りかけてきたでござる。そしてこの力を与えてくださったでござるよ。さ、時間がないでござる。ちょっと待て。お前そんなことして大丈夫なのか。作無用でござる。無視。みんな、さよならでござる。妹ちゃん、ソキ殿、必ず天下を救ってくだされ。ミノキシ。
ジウメ、どこへ行くつもりだ。以前に決まってんだろ。ミノちゃんのところへ戻るんだ。行ってどうなんだよ。無駄なことするんじゃねえ。何が無駄だ。お兄、ミノちゃんとずっと一緒だったんだろ。相棒だったんだろ。何とも思わねえのかよ。どうして平気な面してられんだよ。平気なわけねえだろうが。早期、ジューベイちゃんもやめて。ジューベイ、みんな同じ気持ちだ。戻れるものなら今すぐにでもミノキシの元へ戻りたい。だがまずは考えろ。なぜ俺たちはここにいるのか。ミノキシはなぜ命を閉じてまで我々をここへ送ってくれたのか。あいつは侍になったんだ、バカ野郎。本当ならもう間に合わなかった。でもあの子のおかげで私たちは最後の希望を得たのよ。伏見城へ行こう。十兵衛、秀吉を倒して俺たちの手で天下を救おう。それが美濃吉の願いだ。美濃ちゃん。また一人戦友が言った。愛する者の屍を越えていくのもうたくさんだ。今度こそ終わらせてみせるぞ楓。休んでる暇はないはずだ。すぐに出るぞ。
に買うんだ。ありがとうよ。本当に買うんだ。ありがとうよ。本当にありがとうや。